ハイプレーボールドーム野球人です。巨人2軍で復調のデラロサ、1軍昇格へ入れ替えで抹消の選手は誰ということでございまして、2軍でですね調整していたルビー・デラロサ選手ですね、どうやら1軍に昇格するということが分かりました。で、代わりに落ちる選手っていうのもですねある程度分かっておりますので、そこまでお話していきます。ではまず記事から見ていきましょう。はい、巨人デラロサ1軍昇格へ。巨人ルビー・デラロサ投手が28日から1軍に昇格することが分かった。デラロサは今季1回3分の2を投げ2失点、防御率 5.40 と不調で3月28日に出場選手登録を抹消。その後は2軍で再調整を行い、イースタンリーグでは6試合に登板、防御率 1.50 をマーク。26日の同ロッテ戦でも1回1安打無失点で奪三振、復調した右腕の昇格でリリーフ陣の厚みが増しそうだということですね。はい、そうですね、デラロサに関してはかなり早い段階での抹消となりました。そこからね2軍で投げない期間っていうのもあったんですけど、このところですねしっかりと投げて、抑えているということで、昇格が決まりました。ではデラロサ選手ですね、今季の成績も合わせて振り返っていきましょう。はい、ルビー・デラロサ来日4年目になります。出身地ドミニカ、今年で33歳ですね。183センチ、ポジションピッチャー右投げ右打ち。2007年アマチュア FA で MLB 入り、今季年俸1億8000万円、平均球速が約昨年は150キロほど出ておりました。球種はスライダー、チェンジアップ、ツーシーム、カットボールなどを投げます。MLB 通算26勝の実績を引っ提げ、19年途中に巨人と契約し NPB 入り。毎年安定した成績を残し、クローザーを任されることもありましたが、怪我などの離脱も多く、フルで働く機会は少なかったと。3年目の昨年も市民権の関係で局や不振などがあったが、終盤に復調を果たし、見事4年目の契約をつかんだということですね。はい、で、成績見ていきましょう。昨シーズンは1軍で46試合で1勝0敗、13ホールド7セーブ、41.1イニング、防御率 2.83 という成績でございました。後半にですね、かなり盛り返してきたというところになっております。はい、で、今季のオープン戦の成績、6試合で 6.0 イニング、防御率 3.00 という成績でございました。まあ防御率こそ悪かったんですけど、内容的には奪三振取れてて、フォアボールも少ないというところでゴーサインが出たんではないでしょうか。しかしシーズンに入るとですね、2試合投げて 1.2 イニングで防御率 5.40、 奪三振率 16.20、 吉球率 16.20 ということで、フォアボールが非常に多くなってしまって、それでね負け試合っていうのも作ってしまったので、結果ですね3月の28日に登録抹消されました。開幕してもう本当にねすぐ抹消ということになってしまいました。はい、なので今回本当ちょうど1ヶ月ぶりに昇格ということになりますね。今日が4月28日というところなんで、まあ、待っていた方っていうのも多いんではないでしょうか。はい、ではですね2軍に落ちてからのデラロサ、そちらも確認していきましょう。はい、ではデラロサの2軍での調整というところを見ていきましょう。抹消されてからですね、3月28日に抹消されてから3月の30日に2軍戦で投げました。1回投げて被安打0、奪三振1、ゼキテン0というピッチングです。で、4月の1日ですねにも投げました。2軍対ヤクルト戦1イニング投げて被安打3、奪三振1、ゼキテン1ということで、まあ、ここはねちょっと点を取られてしまったんですがというところですね。で、こっからですね結構投げない期間が続きます。で、その次に投げたのが4月の20日ということで、2週間以上ですね間が空いたということになります。1イニングで被安打1、奪三振1、ゼキテン0で、ここからは結構投げて、4月22日対西武戦ですね、これも自責点0ですね。24日同じく西武戦、自責点0で、最後に投げたのが4月26日になります。対ロッテ戦1イニング投げて被安打1、奪三振2、自責点0というピッチングでございます。はい、で計6試合投げました。で4月の1日からですね投げなくなってから、20日から投げ出した。ここ4試合連続でしっかりと無失点のピッチングということですね。なのでやはり状態というのは悪くないと。で、登板再開からの2軍成績ですね見ていきます。4月の20日からだと、4試合で0勝0敗、4.0イニング、4奪三振、防御率 0.00、
奪三振率 9.00、四死球率 0.00 ということで素晴らしいピッチングを見せております。不安されていた制球力っていうところもね、今のところは問題ないのかなというふうには思いますし、で、平均球速も、今年の1軍では149キロだったのが2軍で150キロをしっかり出ておりますので、制球力重視になって球が遅くなっているっていうこともありません。しっかりと速い球で、ゾーン内で勝負できているということがわかりますので、まあやっぱこれから見ても降格前より間違いなく今の方が状態はいいんじゃないかなというふうには感じますね。なので、昇格は妥当なのかなというふうに思います。まあ、ちょっとね、まだまだ不安視される方っていうのも多いのかなっていうふうに思うんですが、昇格して、まずは大丈夫なね、ステンサーが離れている場面で投げさせて、よかったらどんどんいいところでっていう感じでいいんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあ、そういうところもね、含めてデラロサの昇格っていうのは、まあまあ、いいんじゃないかなっていうふうには感じました。はい、というわけで、まあ、デラロサの話は以上なんですが、代わりにですね、抹消される選手っていうのもある程度分かってますので、そちらの方もチェックしていきましょう。はい、では抹消の選手というところで見ていきましょう。はい、で、同じですね、スポーツウォッチの情報では、どうやら直江投手が2軍に合流したというね、情報も入ってきております。成績見ていくとですね、6登板で 5.2 イニング、0勝1敗、防御率 3.18 と、防御率はそこそこなんですが、ただ、四死球率 7.94、奪三振率 4.76 という成績になっております。ちょっとね、フォアボールが増えておりましたので、そういうところも含めて、やはり今回デララサと入れ替えっていうのが、直江選手濃厚なのかなっていうふうには思います。先日の登板っていうのがうまく抑えられなかったっていうのが大きいのかなっていうふうには感じましたが、はい。で、そしてですね、もう一人、山崎伊織選手がですね、予告先発、今日ね、されております。で、枠はパンパンなので、彼が上がってくるとなると、もう一人ですね、落ちる選手っていうのが、いるんですよね。で、それが誰かというところになりますが、ピッチャーではあるんですが、濃厚なのは、やはり捕手かなと。大城選手、小林選手、岸田選手、山瀬選手とですね、今捕手4人体制なんですよね。大城選手の怪我の具合が不安視されていたため、この布陣にはなっているのかなっていうふうには思うんですけれども、ただ大城選手がいけるぞとなれば、やはりね、抹消で捕手3人体制にしておくことになるんじゃないかなっていうふうには思います。ここら辺はね、どういう兼ね合いになってくるかわからないんですが、もし、キャッチャーを4人っていうのであれば、ちょっともったいない気もするので、やっぱね、皆さんの、コメント見る限りですね、捕手1人抹消なんじゃないか、岸田選手、山瀬選手どちらかになるのかなっていうふうには感じますが、はい、というわけで、まあ、直江選手もそうなんですが、山崎選手の代わりに抹消する選手っていうのも注目かなっていうふうに思いますし、もしかしたら彼ら以外でも昇格抹消があるかもしれませんので、まあ、そこの入れ替え、特に広岡選手がね、非常に状態良くて、今日から確か登録ができるのかなっていうところにもなってきますので、そこら辺も、非常に楽しみでございます。はい、というわけで今日は以上です。最後ネットで何度見て終わりましょう。はい、ではネットの反応を見ていきましょう。ちょっとさすがに中継ぎ陣がアップアップになってきたからな、頼むぞデラということですね。開幕から1ヶ月経ちました。リリーフ陣はですね、本当に頑張ってますね。新しい戦力の台頭っていうのが目覚ましいんですが、ただちょっとやっぱ登板方にもなってきたかなと。巨人ね、現状1位で勝ち試合っていうのが多くなってる中で、勝ちパターンの系統っていうのが当然ね、多くなってくると。で、大勢選手とかはここしばらくね、投げていないっていうこともあるので、しっかり休めているのかなっていうふうに思うんですけど、畑選手とかね、そのあたりの疲労っていうのは確かに、あるのかなっていうふうに思うので、ここにデラロサが一人加わることでね、かなり違ってくるんじゃないかなっていうふうには思いますので、そういう意味ではやっぱデラロサが上がってくるっていうね、ことは、大きいんじゃないかなっていうふうには思います。しっかりね、投げていただければなと。はい。で、こちら見ていきましょう。デラロサ昇格してるけど、ビエイラの方を試してみたいということですね。で、同じくですね、2軍落ちしてるビエイラ選手、昨年の活躍もあるので、ビエイラの方をちょっと見たいっていう方もかなり多かった印象ですね。で、ビエイラもしっかり抑えてるんですよね、2軍で。三振も取れて、で、球速もですね、この間160キロを計測しておりました。で、フォアボールもね、出していないというところになるので、そう考えたら、ビエイラでもいいんじゃないかと思われる方も結構多かったんですけど、
ただちょっとですね、やっぱ投球内容を見ていくと、そこまでまだまだね、いける感じはしないなと。というのもストレートの制球がですね、まだちょっと定まっていないと。フォアボールこそないんですけど、かなりまだ荒れ気味になって、2軍だからそこの球振るんだっていうケースが結構多いので、もうちょっとかかるんじゃないかなっていうふうに思います。ただ先ほども言った通り、球威っていうのは戻ってきてますし、スライダーの精度っていうのも去年に近いものにはなってるんじゃないかなっていうふうには感じますので、彼ももうちょっとしたら本当にね、万全の状態で1軍に上がれるまでになってくるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ビエラの方もね、デラロサに続いて上がってくる可能性っていうのは全然あると。ただその時は外国人枠がですね、5枠今ねデラロサが上がった状態になりますので、そういうところは誰が落ちるのかっていうところ、アンドリースも含めですね、問題になってくるんですけれども、まあここはまたね、その時状態が悪い選手を入れ替えになるんじゃないかなっていうふうには感じますが、はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。